礼波の光は千葉県の田市に本部がある宗教法人である。創始者は奈美瀬義夫。元教師は奈美瀬隆史氏、礼波と教団が称する一種の人通力により、病や苦しみから救われ奇跡が起こると教団は主張しており、人類救済、世界平和の実現を目的としている。創始者である波美瀬義夫は、教団では神の分身。 救世主とされており、御守護神様と称される。ナミセヨシオが死去した1984年に、ナミセタカシ氏が教師を継ぐ。現教師であるナミセタカシ氏は、教団では、二代様と称されている。教団では、ナミセヨシオが誕生した1915年を、霊派元年とする、霊派歴という暦を採用している。教典は、御書と称されている。 教団では信者になることをおつながりと称する。入信費は一世帯につき5000円入信すると、ご身体5冊と称される札が配布される。また、教団が発行する月刊誌が毎月送付されてくる。年会費は全能制となっており、年末年始に会費を添えて、更新の手続きが必要となる。更新を行わない場合は、自動的に大会となり、 新年度の札は配布されない。教えは、温かい心は、挨拶から、笑顔と思いやりに、喜びと幸せなど。ご守護神様、二大様、我ら人類救済の道へ歩ませたまえと唱えて祈る。教団職員や信者は、教団施設内で、奉仕活動を行う際、白色の着衣を身にまとう。信者が亡くなった場合の葬儀や墓について、 教団特有の形式などはなく、教団は一切の関与をしない。そのため、仏式葬新式葬キリスト教式葬など、葬儀は多宗教の宗派により取り行われる。支部、礼拝所毎年6月8日は、周辺の国道16号や流山街道が大変混雑し、野田市議会でも問題になったことがあった。ここ数年、 第一駐車場拡張工事など駐車場の大幅な増設を行い、混雑にも若干の改善が見られる。ありがとうございます。